まれたキャラクターです。あ、生まれたキャラクター、あんな感じでフェイスしたりとかグーになったりとか、いろんなバリエーションがいるんです。かわいらしい、かわいいですね。かわいらしい、うん、気もかわいいって言うんですよね。かわいらしい感じのキャラクターになってます。さっき区役所がもともとあったよってお話ししたんですけど、はい、もともと区役所だった場所がこの右側の赤い建物。最後ですね、悲観稲荷神社です。悲観稲荷神社、はい、ここはあの日本の暴れん坊将軍の辰五郎親分のモデルとなった神門辰五郎さんが建てた神社です。はい、じゃあ人力車ゆっくり持ち上げます。はい、2-3。では出発いたします。はい、お願いします。人力車初めてですか？初めてじゃないです。何回もそう乗ったことがあります。建物見ますか？そう、乗ります。前の建物、あ、金色の建物、あれ実はビールの形してるんですよ。そうそうそう、あ、知ってますか？そう、でもその中にいたことがないですか？私はないです。ありますか？ないです。あ、ないです。いや、あそこのその中でビールも、はい、飲むことができますか？あ、飲めますよ。アサヒビールさんなので。ああ、今ちょっとコロナでわからないんですけど、はいはい、普段は通常営業してたらあそこの白いところの真下にレストランが入ってて、はいはいはい、日本料理だったりとかフランス料理が入ってて。ああ、日本料理をフランス料理、はい、そうなんですよ。普通のアサヒビールさんの社員じゃなくても入れるので、はい、インスタグラムとか、はいはい、やってみますか？やってます、やってます。ああ、後でもらえますか？はい、す YouTube の中で置いたらいいですか？うんうん、あ、全然大丈夫です。あ、結構いろんなところに自転車とか、あ、すごいです、歩いたりして行ってます。日本ではどっちが一番好きですか？どこだろうな。でも海があるところとかが好きなんで。海があるところ、じゃあ沖縄ですね。沖縄行ったことないんですよ。ありますか？行ったことない。ないですね。 ありがとうございます。ディレクター待ってます。ディレクター待ってます。すいません、ディレクター待ってます。ここから連邦院通り。あ、はいはい、ここに飲んだことがありますか？私はないです。ないですね。まだ19歳なんです。ああ、そうですね。お酒まだとか、はい、ちなみに何だっけ、映画とかアニメとか好きですか？アニメ大好きです。ああ、アニメだったら名探偵コナンとか。コナンの？クレヨンしんちゃんとか。どこで見ますか？横、映画は家で見ることが多いです、はい、なのでクレヨンしんちゃん好きなんでこういう感じのアクション仮面なんですけどグッズとかも着てます。よいしょ、家で見ることが多いです。あ、家で映画館も行きます。たまに年に 1,2 回ぐらい。あ、年に1回ぐらい、2回ぐらい。あ、ネーム松地山翔で、あ、松地山翔で。そう、スモールマウンテン。あ、スモールマウンテン。Yeah. The name is like that? No. Here is small mountain and temple. Right. Ah, okay. 松地山。京都、浅草、uh-huh. and 奈良。奈良。Yes, everywhere in Japan. Right. Yes, we have. Ah, so Kyoto, Nara, and Kamakura as well, right? Kamakura? Kamakura, yes. Kamakura, yeah. Kawagoe.
川越。川越 and 函館 in 北海道。ああ、北海道。川越 also has. 川越 yes. I've been there, but I didn't notice. Oh, really? Yeah. Maybe Asakusa is most famous for lychee, right. But Kawagoe is not. Ah. Okay, how about the shoes? Is it special? Oh, yes. It makes it easy for... easy for run? Running? Yes, this is named Tabi. We called it Tabi. What is it? コメントあれですか。まとめてあるんですか。まとめてあるんですかコメント。コメント。コメントあの来たメッセージ。そうそうそう。あ今大丈夫です。待って。ちょっと今はコメント見ないです。いろんな国の方が見てくださってるんですか。そうですね、いろいろな国、日本人は多分 10% ぐらいですね。おでも出身が田舎の方なので、はい、東京じゃないので、はいはい、東京に来て、はい、あのやっぱ渋谷とか行ったのが中学校の時初めて行ったんですけど、はいはい、人が多くてびっくりしました。あ群馬県はそんなに、なんだっけ、人口が少ないですね。そうですね、あんまり人もいないし、はいはい、まず道を人が歩いてないので、はいはい、すごいびっくりしましたね。東京はもうどのぐらいですか。来てからですか。そうそう、10ヶ月ぐらいです。10ヶ月ぐらい。あ、10ヶ月も経ってないや。7ヶ月ぐらい。7ヶ月ぐらい。難しいですか。難しいです。こちらが花屋敷、日本で一番最初にできた遊園地です。あ、一番できた遊園地、一番古い遊園地。あ、一番古い遊園地。植物園が動物園になって、動物園が今遊園地に。どうだ。でもそれ良かったですね。そう、本当良かったですよ。私これあのアルバイトでやってるんですよ。あ、学生なので、はいはいはい、あともう一つスターバックスでバイトしてます。あ、スターバックスも。そう、スターバックスもやってます。エネルギーが高いですね。そうですか。あのスターバックスでいっぱい飲み物飲んでカロリーを摂取してここで消費してます。すごい。運動してます。コーヒーもたくさん飲みますか。コーヒー飲みますよ。今日も飲みましたか。昨日飲みました。今日は今日飲んだ。まだ。ティーラテ飲みました。ティーラテ、はい、これサムネにしてください。何が。サムネイル。サムネイル、サムネイル。いいサムネイルですね、それは。すごい。インスタグラムも持っていますか。インスタグラム持ってますよ。お待たせしました。はい、行ってらっしゃい。よろしくね。どうしましょう、お兄さんの写真撮りましょうか。ああ、私カメラマンですから、いつも。確かに、その人いつも。そうか。じゃあちょっとスカイツリーだけ。あ、景色だけ。リュウさんと。スカイツリーを、ありがとうございます。いいですか。ああ、いいです。こんな感じで、はい、じゃあ次行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お待たせしました。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ドライブとかいろいろな。そうですね、1ヶ月半ぐらい。あ、1ヶ月半ぐらい。そうなんですよ。早いですね。そうですね、その時も結構もう週5ぐらいで来て。おー、素晴らしい。そうなんですよ。もう一気に。これは初めての仕事ですか。前も。いや、仕事は2個目ですね。2個目ですね。
ゴルフ場のキャディーをやってからこっちに来てます。あ、ゴルフは。そうです。あ、そうそうそう。これは3年、これも。そうです、そうです。もう1年ぐらい。これも1年。そうなんですよ。1,2,3 ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。すいません、ありがとうございました。またよろしくね。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。よろしくお願いします。 Have you ever been to here? Yeah, this one, last time we came and I think Airi-chan explained this, the history of theater in Japan and karate class. The most oldest, the oldest theater in White Tower. Right, that's old. Now mansion. Now it's mansion, yeah. The name is Rokudori. Oh. No rock and roll. 6 area. This town is like now Shinjuku and Shibuya. Oh, okay. So at the time it was very famous, like Shinjuku and Shibuya. Yeah. Okay. 1,2,3 All right. Thank you very much. Thank you very much. All right. See you next time. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.